ナミさんこんにちは。 YouTube ってとても便利ですよね。まあ例えば電子機器を買った時でも、最近は説明書ってのがあんまりついてない例があるんですよね。まあそういう時でも YouTube で検索すると、これの使い方はこうですよとか、これのデメリットはこうですよっていうふうに説明してくださってる YouTuber さんが必ずしもいるんですよね。必ずしもいるっていうのは変な言い方ですね。必ずしもいるとは限らないっていう使い方が本当ですけどね、本当はね。失礼しました。まあ、でも、なんか必ず出てくるんですよね。ちなみにね、私がね、最近買ったバッテリーチェッカーがあるんですよ。これは何かというと、実はね、スマホでバッテリーチェックができるんですよ。何のバッテリーチェックかっていうと、車なんですよね。まあ私、アメ車乗ってまして、バッテリーがすごくね、デリケートなんですよ。ですんで、まあエンジンかけようかなと思ったらかかんなかったりとか、あるらしいんですよ。それはバッテリーが消耗してるからだということなんですけども、これをつけることによって、いつでもスマホで車のバッテリーがチェックできるんで、あれ？バッテリーが弱ってるなと思ったら充電に行くみたいなことができるんですよね。まあですんでね、アメ車ってしばらく乗ってないとそういうことが起きる。特に私の場合は電装部品をかなりね、カスタマイズしてますんで、電池の消耗がすごく激しいんですよ。まあそこにこういうのを買ってつけるといいんですけども、まあこれの説明書も YouTube ですよね。取り付け方も YouTube。何にしても YouTube なんですよ。で、今回ナミさんがチャットワークのアップグレードの方法をこうやって説明してくださったりとか、普段からダイダロスの使い方とかね、それから Q&A など動画化してくださってるんで、本当にね、説明書をね、見るよりも、説明書を添付するよりも、あらゆるものが YouTube で分かるようになってるのかなと思います。本当に情報による問題解決って便利ですよね。うん。でしかもこれはメーカーが頼んでるわけでもなくて、 YouTube がユーザーさんにこれの説明してくださいってオーダーかけてるわけでもなくて、私たちとしてはとにかくネタのために何かの説明動画を上げていく。で、説明動画が作られてないものを見つけたら、それの説明動画をね、率先して誰かがやっていくみたいなことで、まあ、情報による問題解決がどんどん進んでいくんじゃないかなと思いますよね。本当に今回もナミさんありがとうございます。私もね、参考になっちゃったっていうか、知らないことが出てきましたね、チャットワークね。うん。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。